どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、成田空港第2ターミナルに来ております。今ねこんな感じで、駐車場じゃなくてバスターミナルのところにね、いるわけなんですけども、本日はですね今日は29日ですね、はい、今日は12月の29日ということで、本日はですねこの成田空港からなんとヒルトン成田に向かいます。はい、ということで、今回ですね、ヒルトン成田、私はね2020年のダイヤモンド仕様、ヒルトンダイヤモンド仕様で、まあ、利用はさせていただいたんですけども、レビューはねしておりませんので、今回ね、まあ、どういったものかっていうのをですね、皆さんにね紹介できればなと思います。ということで今ね、ここね第2ターミナルで今ねここ29番っていうね、バスターミナルの番号、バスターミナルの番号、まあ、番号のところにいるんですけど、この26というところからヒルトン成田にですねバスが出ているということで、まあ、今回ね空港からバスに乗ってヒルトン成田ホテルに、ね、行きたいと思います。ということで今日のところはですね、ひとまずヒルトン成田に宿泊してね皆さんにお見せしていければなと思います。ということでではね、バス停の方に行って、あとね15分か20分ぐらいしたらねバス来るそうなんで、それに乗ってヒルトン成田ね迎えたいと思います。今ね成田空港は12月の29日ということで、かなりね人がいらっしゃいます。はい、中の方はねかなり人がいるんですけども、まあ、ここら辺はねすごい静かな感じで、はい、全然人もいないですね。ニュースとかの報道によるとね、あの昨日が出国ピークで、まあ、人はね結構多いように見えるんですけども、まあ、あの例年から比べるとね全然少ないみたいな、まあ、そういった感じになっております。で今回ねヒルトン成田行くわけなんですけども、明日ですね私出国しますので、多分ね、朝食はいただけないっていう風になりますんで、今回ねあのレビューさせていただくんですけど、ちょっと朝食のね、状況はお見せすることができませんので、先にね、謝らせていただきます。申し訳ないです。ではねもう少し待って、ヒルトン成田ねバスで行きたいと思います。ということで行きましょう。ではバス停到着しました。26番、こちらにヒルトン成田書いてありますね。このヒルトン成田は第1ターミナル第2ターミナル両方ともね空港バスがね来ておりますんで、まああの公式サイト等々で見て、こちら来てください。第2ターミナルの方はこの26番から出ているそうです。ではあと15分ぐらいここら辺で待っていきたいと思います。ヒルトン成田でお願いします。ではねバスが来ました。こんな感じのバス、はい、セントラルバスってですね。では乗っていきましょう。こんな感じで乗車率は1人、後ろの方に1人座ってるぐらいで全然いないですね。はい、今3時52分なんで3時3分ぐらいで出発すると思います。いやー2022年もとうとう終わります。ヒルトン成田久しぶりですね。まあ、ダイヤモンドで泊まったことはないんでちょっと楽しみですね。ではバス動いてみよう、待ちたいと思います。では出発しました。どのぐらい遠いんだろう、ちょっと分かんないですね。近いのかな、まあ、そんな遠くはないと思いますけど、でも昔乗ったはずなの覚えてないですねではヒルトン成田到着を待ちましょう。ありがとうございます。ということでヒルトン成田到着いたしました。見えますかね、はい、ヒルトン、はい、こちらはバス、乗ってきたバスです。本当に10分15分ぐらいで、着きました。そうそう、ヒルトン成田にねセブンイレブンができたらしいですね。これはちょっと楽しみですね。はい、このね坂を、ここのね坂を上がるとマイステーズっていうね、もう一個見えるかな、ちょっと画面越しだと見えないですけど、この木の後ろ側にねもう一個大きいホテルがあって、マイステーズ成田があるんですけど、そこの中にねファミマがあったんで、昔はねそこを利用してたんですけども、こっちにもねセブンイレブンができたということで、かなりね便利になったんじゃないでしょうか。ということでひとまずですねチェックインしていきたいと思います。では行きましょう。普通にセブンイレブンの看板があるんでいいですね。もうホテルや門松とかありますね。すごい、もう
もう新年ですね、はい、ということでチェックインしていきましょう。セブンイレブンどこにあるんだ。セブンイレブンあそこにあるんだ、はい、ありますね。ということでチェックインしていきましょう。それでは無事チェックインできました。ここはねちょうど朝食会場ですね、はい、今回利用しませんけども、ここが朝食会場になってます。では客室の方行きましょう。無事チェックインすることができました。今回9階に入れさせていただきました。アップグレードしていただいたようです。ありがたいですね。よいしょ。ではではでは、今回942、このホテルはね飛行機が見えるね客室もありますんで、もし飛行機が見たいっていう方はリクエストねするともしかしたら入れてくれるかもしれないですね。今回私は特にリクエストしておりません。明日も早いんでね。では到着しました。942号室行きましょう。はい、ということで客室に入りました。こんな感じになっております。どっから見ていきましょうか。こっちから行きましょうかね。あ、ガウンがあるんだ、すごいですね。ガウンと見えるかな、金庫とあとファブリーズみたいなのあります。ガウンがあるのいいですね。はい、あとちゃんとスリッパもあってアイロン台、アイロンがあります。でこちら側が荷物置きで、テレビですね、かなり大きい60インチぐらいありそう。はい、部屋の感じはこんな感じです。やっぱ広いですね。アップグレードしていただいてありがたい限りです。はい、でこっちです。でここにね浴衣が入っておりまして、ここは多分カラーかな。はい、そうです。あ、冷蔵庫が多分ミニバーとかは多分ないですね。何も入ってない。はい、でこちらですね。はい、こちらが何だろう、これ素敵、何でしょうか、これは何だろう。あ、これはお菓子ですね。何かなと思ったら、はい、焼き菓子って書いてあります。おしゃれ、かわいいですね。はい、でこちらにお水2つとケトルですね。あと電話があってティッシュで、こちらに作業デスクですね。でこちらに氷入れるやつとかね、お茶、コーヒーマシーンじゃなかったっけ、ここ違いますね。はい、これですね、インスタントのコーヒーがあります。これは何なの、これ何、こんなありました。あ、こっちは紅茶ですね。はい、紅茶はこのケースで、はい、そんな感じですね。はい、あと空気清浄機があって、はい、客室はこんな感じです。いや広いですね。はい、スーツケースが普通に広げても通れるぐらい、余裕で通れるぐらいの広さですね。でよいしょ、眺望、あ、これは飛行機が見えそうな客室ですね。うん、いいです、めちゃくちゃ綺麗。いやいいな。はい、ちょっとなんか作ってるんですかね。はい、工事がめっちゃされてますけど、多分これ飛行機見えるんじゃないですかね。違かったかな、向き的に。まあ、飛行機が好きな方はね、フライトレーダーのアプリ入れながら見たりすると結構楽しいですね。前回息子と来た時はね、結構それで飛行機飛行機って言いながら楽しみました。でこちら側です。でこちら側に USB タイプ A が2つですね。あと目覚まし時計と AC はないのかな。 AC はなさそうですね。下にある、下にもなさそう。あと電話があります。はい、でこちら側にライトと台という感じですね。はい、ベッドの正面を見るとこんな感じ、結構大きいですよね。ではバスルーム行きましょうか。バスルームです。はい、アメニティはこんな感じ。まあヒルトンなんでね、はい、ヒルトンブランドのこれですね、いつもね。でドライヤーとコップ、石鹸、あと洗面台ですね、こんな感じです。でタオルがあって、トイレで、ウォシュレットがあって、バスタオルがあるという感じで、であれですね、シャワーと一緒のバスタブがついてます。いや十分ですね。
はい、こんな感じになっております。ということで今回ね、ヒルトン成羽ホテルに一泊ねお世話になります。ルームキーはね、すいません、いつものねダイヤモンドステータスのあのオレンジ、紫色のねルームキーで、ここはねあのカードを入れないとあの明かりがつかないねホテルっていう風になっておりまして、今回ね942というね客室です。でこちらダイヤモンド、こういうねカードがついてますね。裏にね全部特典が書いてありまして、まあ、ここはねあの温泉ではないんですけども大浴場なんかもありますんで、そちらもね無料で利用することができます。まあそんな感じでしょうか。でこのヒルトン成田はですねラウンジはないんですよね、残念ながら。でラウンジがない代わりって言ったらあれなんですけども、こちら確かゴールドでももらえたと思いますけども、こんな感じでね、はい、ドリンクチケットがねテラスレストランバーでね利用することができるっていう風になりますんで、ねエレベーターの確か突き当たりだったと思うんですけども、これはちょっと後でねせっかくなんで、いただきたいなと思うんですけども、バーのチケットはねこちらアルコールももらえますんでね、生ビールかグラスワインかソフトドリンク1杯ねもらえます。であとねプレミアム無料 Wi-Fi コード、こちらがもらえるということで、はい、プレミアム Wi-Fi も利用できると、はい、でここはねあのシャトルバスがね来てますんで、無料でねシャトルバス利用できますね。こういった紙もいただけますんで、私は今回ね前乗りで利用させていただきましたけども、いいですね、はい、成田からね無料でバスでね運んでくれますんで。で朝食なんですけども、今回ね私明日ね朝が早いので、朝食はね利用しない予定だったんですけども、なんとねボックスみたいなのをね客室に届けてくれるっていう風になりますんで、それをねいただきました。しかもねそれ客室まで持ってきてくれてドアかけてくれるみたいなんで、私はね明日6時20分ぐらいのバスで、空港を向かおうと思ってるんですけど、5時ぐらいに、ね、持ってきてくれるって言うんで本当にありがたいですね、はい、もう朝食はね断るつもりだったんですけども、ありがたい対応で非常に嬉しいです。ということで今日はねこちらに一泊ねお世話になります。ということでヒルトン成田ねこちらに一泊させていただいて、そうそう今回ねこのホテル、あのねあの見ていただければ分かる通り、あの作りはね結構もう古いんですよこのホテル、まあ、あのストレートに言ってしまうとね、はい、ですんですごいねピカピカの新しいホテルではねありません。その代わりねこのホテル一泊ね2万5000ポイントなんですよね、はい、多分日本だとね多分一番少ないポイントなのかな。ここと那覇のねダブルツリーとかがいい勝負だと思うんですけども、まあ、そのぐらいねあの必要ポイントはね少ないホテルっていう風になりますんで、ここはね結構いいですよね。今回私もね2万5000ポイントで一泊ねさせていただきますんで、ありがたい限りです。ということで本日はねこちらに一泊、利用させていただきます。ということで今日のところはですね、今ねちょうど4時半ぐらいなんですけども、ちょっと早めに夕食をいただいてちょっとゆっくりしてね今日のところ早くね休みたいなと思います。まあ後でバーでねあの飲みに行きたいなと思うんですけども、まあそれはねちょっと紹介できればなと思います。ということでしばらくねゆっくりさせていただきます。それではここからアラスカ航空のですね必要マイル数変更についてね話していきたいななんていうふうに思います。2020年の12月にですねアラスカ航空っていうのは変更をね発表するっていうのをもう結構前にね発表しておりまして、この動画撮ってるのね12月の29日ということで、もうねいつ発表されるんだろうっていうふうにねずーっと思ってたわけなんですけども、なかなかね発表がされませんでした。で本日ですね、やっとアラスカ航空の前でね、変更が発表されまして、なんと今回ですね、アラスカ航空のね、マイル、あの変更は発表されて、新しいマイレージチャートね、一応発表自体はされてるんですけども、アラスカ航空のね、あのお得ルートっていう東京から欧米路線のビジネス6万マイルであったり、ファースト7万マイルとかね、また東京からアジア間、最長デリーまで東京からね、JAL エコノミークラス1万5000マイル、JAL ビジネスクラス2万5000マイルっていうね、ルートがあるわけなんですけども、こちらに関してはですね、今のところ変更はなしっていう感じなんですよね。で、なんかね、公式サイトを見るとですね、アラスカとかね、そのアメリカとかあっちの方のマイレージチャートはね、ある程度あの変わって新しいマイレージチャートとかもね、出てるみたいなんですけども、ほぼほぼね、日本路線に関しては影響は今のところないっていう感じなんですよね。で、これもね、ちょっと今後どうなるか正直わかんないんですけども、まあね、12月下旬に発表するって言ってて、結局12月29日ね、今日発表されましたけども、まあ、こんな感じで発表されてま
ましたんで、もしかしたらですね、またね、今回大きなね、変更はなかったんですけども、今後ね、また変更があるんじゃないかなって、これはね、いろんな海外のブロガーとかの記事をね、見させていただいたんですけども、今のところは大丈夫みたいな、まあそんな感じなんですよね。ですので、一応ね、今までアラスカ航空ね、JAL のビジネスクラスね、アジア間とか非常にね、有名で利用されてた方ね、いらっしゃったと思うんですけども、ひとまず、今現時点では変更なしということで、まあこれね、また今後変更になるときにですね、ちょっとこの事前発表みたいなのがあるかどうなのかっていうのも正直全然わかんないんですけども、まあ今回に関しては事前発表があって変更しますよ。まあ結局マイレージチャートは軽く変更しましたけども、みたいな感じで、でも日本路線にはほとんど影響ないみたいな。まあそんな感じですので、ひとまずね、これでね、一本の動画を作ろうかなとか思ってたんですけども、いや、本当にね、変更なかったですっていうね。まあ、それだけしかね、報告がなかったので、今回ね、このヒルと成田の動画の間にね、入れさせていただきました。ひとまずね、こんな感じになっておりますので、まあ、これからね、アラスカ航空のマイルを使って、東京から欧米路線とかね、アジア間とかね、まあ、そこら辺利用されたい方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ひとまずね、しばらくこのね、東京から、このアラスカ航空のね、マイルお得路線っていうのは、しばらくね、続くかななんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、ヒルトン成田の動画にね、戻っていただければなと思います。では、どうぞ。ということで、今ね、ドリンクチケットをね、使いに来たわけなんですけども、ここね、普通にレストランの片隅で今ね、やられてるみたいですね。まあ、今日平日なんでね、もしかしたらバーの方は、これからなのかな、ちょっとわかんないですけども。この後やるのかもしれないですね。はい。今まだね、夕方で早い時間帯なんで、まあ、こっちでね、提供されてるのかもしれないですね。ちょっとよくわかんないです。前回はね、エレベーターホールの先のね、バーで利用した覚えがあるんですけども、まあ、今回ね、ここでっていう感じでですね、ひとまずビール頼みましたんで、待ちましょう。ということで、ビールが来ました。ビールはね、普通にビールが来たんですけど、こういったね、食べ物も一緒に来るんですね。これは意外。チーズと、これは生ハムかな、はい、あとこれは野菜ですね、はい、これはありがたいということでいただきましょう。これでいただきます。せっかくなんでいただきましょう。そうですね、昔はね、枝豆みたいなものしか出たのか来なかった覚えなんですけど、こんなチーズとかね、出てくるんですね。いや、なんかやっぱりあれちょっと変わってるんですね、うん、これはサラミかな、ハム、うん、うまい。やばいですね、うん、うん、あ、これうまい。お野菜のピクルスみたいな感じで、ということで、あとはね、ゆっくりいただいて大浴場の方でお風呂行きたいと思います。ではね、大浴場から戻ってまいりました。いやね、非常に良かったですね。ここの大浴場ね、結構好きなんですよね。そんなにね、すごい大きいわけじゃないんですけども、ドライサウナとかもね、ちゃんとついておりまして、一応ヘルスクラブの一部の、まあ、大浴場みたいなところで、プールとね、ジムとかも利用することができるんですけども、私はゴールの時も、まあ、今回ダイヤでね、無料で利用できましたので、ゴールとダイヤもしくは宿泊者の方は無料で利用できるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、ゴールとダイヤね、保有されている方はぜひね、
利用してみてください。温泉ではないんですけどね、非常にいいです。ということで今回ですね、ここでね一旦動画区切らせていただきたいななんていうふうに思いますので、明日のね朝の朝食はちょっとね代替いただけるっていう話なんで、まあ、どっかの動画でね入れたいななんていうふうに思うんですけども、今回ねヒルトン成田一泊ね2万5千ポイントで宿泊することができますので、ちょっとね成田に着いた時に、まあ、ここで一泊してから自宅帰るみたいなね。まあ、もしくはマイルで、まあ、利用してみるみたいな。まあ、そういった感じでね、利用してみていただければなと思います。まあ、私はね、修行の時にね、めちゃくちゃ利用させていただいたんで、結構ね、思い入れのあるね、ホテルだったりして、結構好きなんですけども、まあ、すごいね、めちゃくちゃ新しいっていうわけではないので、まあ、わざわざ来るかって言われると、まあ、わざわざ来るっていう感じではないホテルにはなってしまうかななんていうふうに思うんですけども、ぜひね、利用するね、機会のある方は、ぜひ泊まってみていただければなと思います。ということで、明日ね、私出国いたしますんで、ここでね、一旦動画区切らせていただきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。